こだ北から来てる。ああ、上か。北から来た。真北から。ああ、ベネチアでしょ、これは。どこ？え、ルインズの右上。ベネチア。あ、ベネチアか。ベネチア。ルインズで対決か？ベネチア、ベネチア。琵琶湖対決。行くぜ、そろそろ行くぞ。琵琶湖対決だ。俺は赤ピンに行くぜ。結構息少ないんじゃん。よし、俺も赤ピンに今スピード急降下するぜ。ゴー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 。さすがスピードスター。お前スピードスターより速いぞ俺より。マジかよ。俺マジやばいな。スピードで負けたんか。あいつやばいぞ。あいつやばいな。くそー。着地。めっちゃいるやん。あーちょっと多くない？あ、水にジャボン。水にジャボンってことはあれがオスマンだな、分かったバレてるやん。いや俺すぐ隣でジャボンしたやつ見たぞ。俺は適当に差しすぎて俺降りる場所見失ったわ。よし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 、とりあえず集合できる。はあ、俺は4倍スコープや。これで殺しまう殴って殺すそれで何使えやまあ確かに殴られたらドンキやけど、あれ4倍スコープのスコープ割れるぐらいの勢いでぶつけたるからな。おっ待って、大先生のところに前進するんだみんな。これは大先生がもしかしたら殺されるかもしれない。あ、なるほど。俺が殺すね。いや、俺が殺す。うわー、え誰俺が怖がってるやん、普通に。普通に撃ち寄った。お前、我が様のこと怖がるってどういうことや、お前。あ、お前。いやー、もう、それ、カリスマ性がすごすぎて、ちょっと。あー、なるほどね。まあまあ、そうか。あ、待て待て。おい、おい、スター、スピードスター。はい、カリスマ性がすごいんやろ。じゃあ、お前、そのヘルメット渡してもらえへんか、俺に。始まった始まったまたチーム内ジャイアン始まった。恐縮ですが、彼はスピードスターじゃなくシューティングスターです。こちらもどうぞ。ガスマスク置いときます。ややこしいなこのチーム。あいつらのとこ地味になんかちょっと命名にうるさいな。2つの主張が激しい。あとお座りマン、俺は知ってるんだぞ。お前が応急キットを持ってること献上しなさい。よしちょっとやな。あ、ちょっと待って。この建物にいる、この建物に。どこだ？これ、黄色いピンとこ。何？あ、はいはい。了解。そこ、そうなんだ。てか、みんなバラバラだから、ちょっとみんなトン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 、どうしてどうに集まるんだ。はっ。トントンジ。いや、むしろ俺がこっちへ近づくぜ。あ、そうだ。全然手に入んねえ、アイテムが。いや、あ、なんか投げ込まれたぞ。いや、俺が撃ったんだ。安心しろ。そうだ、撃ったんか。ベネティア、ゴー！あの屋上に人がいる。オーケーでいい。黄色ピンとこに多分やつらが立てこもってんぞ。オーケー。何？どうするぜよ。これ装備車やばくないですか、若様。移動しましょう。移動しよう。こっちだ。これはもう早めに動かないと負けてしまいます。こっちだこっちだ。はい、若様。なんかスピードスターはお前俺なんで遊んでない。え、なんか小馬鹿にしてる感ありますよね。いやそんなことないですよ。何してるんですか。ちゃいますよ。何言ってるんですか。あ、なんか変なやつおる。何？フレーバーがああ負ける。オスマンか。オスマン下がるんや。どこだ。逃げろと思ったらすぐ下がれ。うわこれ床上浸水してる。探しにくいアイテムが。やばい、ゾムがめっちゃ撃たれてる。やばい、ワガゾム9体殺したぜ。うん、やられちゃったわ。あっくそ危ない。とりあえずバガゾムのところに集合やな。また了解。バガゾム分霊箱のご用意は大丈夫ですか。はっ、分霊箱ならばお前がなってくれるか。なりますよ。はい。なぎにしまなぎにしまはやばいな。生物で分霊箱になってんだなぎだけやもんな。あれシャオポッター。あれ僕は負けない。あ、しもびよ。エミリー方向だ。エミリー、こっちか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 。どこにいるやつは。助かります。いや、滑ります。あ、見えた。あ、滑りますわ。大丈夫け。あ、滑りました。ありがとうございます。滑ったら今。今なんか扉ない。これかけた。何？後ろから撃たれたの。うん、見えたぜ。くそ、バレたか。いや、下がった方がいい、下がった方がいい。そっからもう撃たれる。あ、このハンドガン弾がない。やばい。どうしよっかな。上がるか。あ、いるぞいるぞ、あそこにいるぞ。いたな、あそこか。あの家にいる。しかし待て、待つんだ。あっと、やられた。一家に侵入。何？一家に侵入。侵入されている。おい、どくんだ。やばいぞ。まずいね。あれ、この上か。シューティングスタート。多分そうだぜ。了解だね。後ろですよ。ああ、くそ、まじで寄ったんだ。来てる来てる。今で行くんだ。一人をやった。ナイスだぜ。え、やばい、人は悪遅延が。くそー。うん、これでそうラグで負けるのは悲しいぜ。シャオロンが頑張ってくれ、グルフォイ。さあって俺は有事的な暮らしを送るぜ。お前たちとは関係ねえ。水の都ベネチアで残りの余生を過ごすぜ。くそ、残ってるのは相手は芸人だけだ。だからこっちも残ってるのは共産芸人だけだ。そうつきそうって続け。そこなんや。しかもその建物右から回るんだ。あってくれ。そしてそのまままっすぐ行く、まっすぐ行く。そしたらオスマの死体がある。右にお前死体はそれなんてされてるやつだ。シューティングしたわ。ガンマチなんて男らしくね。俺たちは華々しく突っ込んで死ぬ。それが俺たち芸人マンだ。いいよ、じゃあ芸人スタイルで行くぞ。芸人スタイルや。俺たちは芸人マンや。あいつらがお滑りマンを抱えるなら俺たちもお笑いマンを抱えるしな。おい、シューティングマイクミュートした。行くぜ。マイクオンにするんだ。シューティングスター、シューティングスター落とせよ。シューティングスター、こちらシューティングスター。どうしたシューティングスター。俺はどっちだよ。生きてる。この辺に巻かれてる人、もしかしたら元のところに、もしかしたらちょっと待って、このシューティングスター武器がすごく強力。さすがシューティング芸人。いけ、うちのお笑いマン、お笑いマン見せられ。いけ、シューティングスター。ああ、あれ今撃たれたぞ。今絶対どっかに。なんか撃たれた。どっかいたよ。絶対どっかに。シューティングスターどうだ、攻めるそうか。だから俺スピードスターだっつってんだろ。俺も動きまくって本敵を翻弄して、もうなんかもういい感じに。無敵の場所がないから翻弄できないんじゃん。シューティングスター、敵の場所分かるか。分かる。分かるか。ってことはシューティングスターのこっちの敵がいる。そうだ。微妙な青い屋根の大きなお家だ。お笑い2番手のシューティングスターさえ殺せば。どこにいた？これもしかして多分あれか？向こう側から撃ってる可能性ある。あれか、あれか、あの家か。そうだ、そうだ、シューティングスター。下に警戒するんだ。待って、2対1だろ。下に警戒するんだ。OK、2対2じゃないのか。あ、まだ生きてんのか向こう。そうか。そうだ、俺たちは生きている。そうだ、俺たちは生きている。俺たちは不死身。来る来る来る。うわー！ナイス！しょうがねえ、今のカード待ちは負けてもしょうがないぜ。